子育て応援番組すくすく赤チャンネル、今週は赤ちゃんのお風呂の入れ方第1弾、お座りの時期の入浴方法をご紹介します。新米ママによくあるお風呂のお悩みが、だいぶ重たいので暴れてしまうとすぐ首を落としてしまいそうになったりとかするので困ってます。赤ちゃんが大きくなると体を片手で支えながらお風呂に入れるのはちょっと大変に感じますよね。今回はお座りの時期の入浴のポイントを助産師さんに教えてもらいました。まず赤ちゃんが湯冷めしないようお着替えセットを用意します。服を広げた状態にしておくと入浴後の着替えがスムーズに。そして浴室の床にはバスマットを敷いた方がいいですね。赤ちゃんはよく動くので滑り止めのバスマットを敷いておくと安心です、ね、足に挟んでこうね、お股を挟んで安定しますね。体を洗うときは縦抱きの姿勢か、もしくは横にして膝の上に寝かせます。とにかく重たいので片手でバスで洗うのがちょっと大変なんですよね。と結構安定してますし、洗いやすいと思います。また頭とお尻を支えるストッパーのついたベビーバスを利用すれば両手が空くので楽に体を洗うことができます。赤ちゃんがシャワーを怖がる場合は、手でこうシャワーの水音を消すような感じでやってあげるとびっくりしないし、またね、お水も怖がらないで済みますね。であとはね、耳に入らないように軽く押さえてあげますね。来週も引き続き入浴のポイントをお伝えします。赤ちゃんの沐浴体験など子育てに役立つ情報を紹介するイベントが明日7月20日沖縄市の母子未来センターで開かれます。皆さん、お出かけしてみてはいかが。すくすくアルバム、今週はリコくんとアオイくん。